じゃあ外伝やろか。さっきそんな時間かからんと思ってんねんけど、待って、はい、外伝選択へ1個ね。うん、まあなんかもしかしたらあれかもしれんけど、イグナーツ・ビクター、ただいま参上しました。どうした？うん、入りたまえ。何してんの？お邪魔します。いや、そこは失礼しますだろう。カッカって何？そうですよね。何？イグナーツ君、爵位を継いだとはいえ、君と僕が友であることは変わりないのだ。どうしたん？そうかしこまられると、むしろ僕が困る。これまで通り接してくれたまえ。じゃあ、そうさせてもらいます。それで、あの、僕に何か？ああ、グロスタール領内に元傭兵だという盗賊団が出没している件は知っているか？あ、そうなん。ええ、噂は耳にしています。だから何の話で、どういう状況？だいぶ前から。おう、以前から根城を探らせていたのだが、ようやく発見したとの報告が入った。それで改めて調べてみたのだが、彼らはかつて父が雇っていた傭兵団らしいのだ。おう、サッカー選手がヘアバンドを巻いてるみたいな感じの人な。エルヴィン様が？それが今はなぜか盗賊になり下がり、悪事を働いている。ほう。なんでそんなことに？そこまではわからん。父にも問い合わせてはみたのだが、今父は僕の配偶者候補のことが一番の関心事のようでね。ああ、そういうこと？何を聞いても話題をすげ替えられて要領を得ないのだよ。それは困りましたね。とにかく盗賊どもは放置できない。父と関わって自ら討伐に行こうと思うのだが、イグナーツ君も付き合ってもらえるかね？うん、もちろんです。僕はグロスタール家の騎士でもありますからね。しかし僕と君だけというのも心もとない。助っ人を呼んでおいた。まあ盗賊をぶっ殺すと。ああ、ローレンス君。でラファエルと。呼ばれたから来てやったぞ。来てやったぞって、お前。ラファエル君、僕は伯爵になったのだ。少しは口の利き方を改めたら。ラファエルは平民なんやっけ？この辺分からんな。何になろうと、おでたち。お前って。うん、伯爵になると友達じゃなくなるのか？もう真逆の対応、イグナーツと。いや、そんなことはないが。それで何か用があって呼んだんだ。で、なんで俺なん？俺たちも忙しいんだ。手短に頼むよ。何このメンツ。君、俺全然愛着ないわ。いや、もう言うまい。実は領内の賊討伐に協力してもらいたい。おう。なんだ、そんなことか。いいぞ。いいぞ。あっさりして。ええぞ。ちょっとラファエル好きになってきたわ。持つべきものは友と言うべきか。おめえとイグナーツだけじゃ頼りねえもんな。頼りねえもんな。君は少し歯に絹を着せたらどうかね。我々だけでも十分だが、万全を期したいのだ。盗賊どもは元は傭兵団というなかなかに手強い連中らしいのでね。元傭兵の盗賊か。まあそういう手合いもいるよな。まあな。父に関わりのあった連中のようで。同じこと喋ってる。討伐のついでにその事情を探りたいのだ。事情もか。期待するなよ。期待されてもな。討伐だけなら得意だが、事情を探るのは自分で何とかしてくれ。まあな。分かった。君は討伐に参加してくれればそれ。全然乗り気じゃないことをバレてるかな。とにかく領民に被害が出ている以上、事態は一刻を争う。うん、準備ができ次第出発したい。みんな頼んだぞ。あいさー、ローレンツ君、礼は肉でいいぞ。肉肉。分かった。牛タンな。約束しよう。牛タンかハラミな。うん、牛タンかハラミでええわ俺は。まあ盗賊団の全滅ね。はい。でもこれ普通でみんなもう34、イグナーツだけレベル低い。あ、でも32あんのか一応お前も。
鉄の弓、そっか、こいつでもあんまりいい武器持たしてないな。あ、これじゃあ持たしとこう。 B、 結局お前が一番いい武器持ってる。うん、まあいいや、これでちょっと、うん、ベルあれになったらベルナネッタと変えるかもしれんけど、まあまあまあ、騎士団もお前装備してなかったんや。これイグナーツの扱い結構雑やってんな、ごめんな。で、じゃあ A、 エーギルのやつはいっか。で、俺確かな、ラファエルも何もいじってないねんな。ラファエル30、ラファエルで30か。あー、まあ D の、じゃあこっちつけとき君。ほんで、あー、なんかこっちもあるやん。じゃあ銅の盾、うん、銅の盾で騎士団も、てってってってれれれれれれ、あほう、よっしゃ、弓適当に。さあ、ドレインブロー、マジックブロー、まあ多分俺しか操作せえへんし。でもなんか B ダメージ小やったらなんか他ない？あ、台あるやん、猛烈鉄拳。あ、これにしー君、うん、これ使い、なんか強そうやし。なんか武、そういえばこの辺なあ、小やろ、小中中中、これも小なんかい。あ、まあイグナーチはこれでいいや。ローレンツはちょくちょく使ってるからな。ローレンツ、ホースキラー D か。あ、でも C ら、 C なんかあるやん。そう、結構 C の武器なゲットしてんな。まあじゃあこれで、はい、三日月のなんちゃらかんちゃら。おーで中、おいいやん。これ全部小。あ、これじゃあ火槍をこれにして、なんでこれ旋風槍、まあいいや、これで。じゃあこれでいきましょうか。はい、あ、ローレンツ前何やったっけ。あ、前回もローレンツ出てたな。ローレンツ外伝出がちやな。ローレンツ、ヘルマン・グロスタールが成敗に来たぞ。そんな丁寧に名乗らなくても、こっそり近づけば奇襲もできたってのか。お前で小細工は無用、金はグロスタール家の投資として。また俺のレベル上がっちゃうな。ほんで、うん、まずはネジロの外にいる賊どもを片付けるぞ。はい、賊を、はい、じゃあローレンツ頼むわ。僕にできないことはない。うん、いい感じに過信してもろうて、覚悟を決めて。よし、で、じゃあ俺はこっから領内で勝手な真似をさせるものか。まあ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 、これでどうやろう。まあ、この辺のやつはでも無視していいんかも。これ強いや、これ便利やわ、マジで。この瞬間移動、まあこの辺は倒していって、もうでも100か。マジでこのワンコンボが強いわ俺。さあ、いっぱいいっぱいおるね。ゴー。あー、でもあんまり届かんかったな。俺でもどうすればいいんやろこれ。あ、おった盗賊、こいつを倒せばいいのにな。おー、いいよ、ガードした。ガード初めて成功したかも。あれ、ちょっと待って、お前どう。あ、 X なった、 X、 いい、よいしょ。さあ、盗賊撃破。ローレンツ君は無理しねえで後ろで見ててもいいんだぞ。いいんだぞ。いやの気遣いはやめてくれたまえ。まあ漁師やしな。遅れを取る僕ではない。おお、まあまあ本人がそうしたいならええけど。ああ、ちょっと待って、痛い。でも、もうそっか、無双ゲージたまんのか。俺強くなったね。でもやっぱズバ抜けて強いな。てかズバ抜けて、まあ何使ってる回数が多いのもあるけど、ズバ抜けて使いやすいわ俺。さあ、てか何匹倒せばいい。1200か。ああ、じゃあこの辺ちょっと、この近くでしょ。うん、戦線台のリーガン校が亡くなられたのは。あ、そうなん。確かにそうだったかもしれない。全然誰の話してんのか分からんけど。イグナーツ目標の OK 撃破。相手は元傭兵だ、知った顔の一人や二人いないわ。ああ、そうやな。都合よく顔見知りがいるかって。ああ、やっぱおらんねや。ゲッツとかおらん。ゲッツのなんかあれおらん、なん亡霊的な。さあ、あ、なんかラファエルごめん、横取りしちゃった。外の敵は荒くて片付いた。
今こそ根城に攻め入るのって。おー、でもさこの辺のでも倒してった方がいいよな。領民を脅かす盗賊とも、ローレンツ・ヘルマン・グロスタールが相手になろう。ラファエルおるな。グロスタールだと、ずるくない、ずらかる、何度も潰すってどういうこと。盗賊撤退 OK、 阻止してよ。1年1冊でええな。じゃあこれはおー、イグナーツ、ローレンツ遠いやつの方がいいよな。じゃあローレンツ頼むわ。こここの盗賊でいいねんな、攻撃で。俺はまた悪さをするんだろ、残らずとっちめてやらねえとな。な、めっちゃでも敵多いな盗賊団にしたら敵多いやろ、人多いやろこれ。さあ大型やな。さあ、あー盗賊来てるわ。おー、じゃあどうしよう。いや、なんか爆発した、怖っ。さあ拠点兵長も、まあここ拠点にしたらいいね。さあ盗賊団撃破。俺の父ちゃんと母ちゃんもこの辺りで死んだんだ。あ、そうなん。まあ昔のことだけどよ。おお、なんか急に重い話すんのやめてくれへん。確か商人やから。おお、商人やない。前のリーガン校と一緒に出かけてこの辺りで魔物に襲われたんだ。魔物とか魔物もおんのかこの世界、大変やな。君はとっても頼りになりますね。おお、ありがとうな。みんな、あ、そこで戦ってんのね。俺どうすればいい。ちょっと待って、じゃあ俺適当にさ、ここで砦兵長やっといてもらって、さあじゃあここはローレンツに、おう、俺がローレンツ操作しよう。ローレンツも強いねんな普通に。てかまあみんな基本的に強いんやろうけど、なんかあんのかね。でも例えば攻略サイトとかで、俺このゲームに関しては一切見てないねんけど、今攻略サイトなんかあるんかな。ローレンツ、はい、目標のあれ撃破で。父が彼らを雇っていた当時、あ、ちょっとごめんな、喋ってる時に。僕の出番だ。魔物の被害が頻発していた。おお、イグナーツ初めて使うな。戦線台のリーガン校とラファエル校。おお、なんかいっぱいおる。おお、何それ、回転回転。おお、でもちょっとアッシュに似てるな、やっぱり。まあ当たり前やけど、これでも多分多分な、あれによってキャラによってなんか特色はあるんやろうけど、まあパラメーターやったり、このモーションやったり。あ、 XX、 うん、どうやる。でもあ、これで倒した。もう逃げ出そうとしてる賊は目見てる。あ、もう倒したってことか。何やの、なんかスプラトゥーンみたいなことしとんなお前なあ。敵の動きが怪しい、向こうに逃げ道でもあるのか。何やろ、盗賊団の、じゃあこれならうまくいくはずです。俺こいつ盗賊団人相悪いね。僕の出番、僕にできないことはない。で、じゃあラファエル、いっちょやってやんぞ。あー、どうしよう、ラファエル。じゃあ、あーでもこれやったら、そうやな、こうしてラファエル、こうしてローレンツがここ、僕にできないことはない。で、俺が こいつの方が良さそうやな。はい、で俺いつの間にか制圧してるし、さすがやな。ローレンツ君、あれか、ぼーっとしてると賊にぶっ飛ばされちまうぞ。おう、まあ、そうだ。どうしたんやろ、この戦いに集中しなくて。カシアテン制圧したな。これなんなんやろな。でもおう、矢の雨は降らせてるけど、あ、ちょっと待って、じゃあちょっと巻き込みたい。おう、いいよ。さあ目標の
盗賊撃破。裏道から逃げ出そうとしてるみたいです。急いで追いかけましょう。うん、逃がさねえぞ。どうなんこれで。じゃあローレンツ、じゃあはイグナーツは、あーじゃあもうここ助けてあげて、俺はじゃあ、おーラファエル、ラファエルどうなんやろ。おー何、あーあれな、バルタザールとが使ってるやつなの。まあやっぱちょっとモーションは違うねんけど、うん、イグナーツちゃんと騎士やってんだな。なんや、昔はヒョロヒョロだったのによ。急に急に昔話。今でもラファエル君と比べたらヒョロヒョロですけどね。いやいやいや、比べるやつがおかしいって。さあ X ラファエル、オッケーラファエル、お疲れ。あれ、あでも全然聞いてない。そういいよ。でもそこあんまり、でも相性良くないからラファエル。おお回復X、 よっしゃー。さあ撤退の措置していこう。なんとか食い止められたみたいです。おう、さあ敗北条件変換どうしたん。悪者軍とこの小僧か。うん、親父はどうした。父は引退した。今はこの僕がグロスタール悪者家の。なんか出てきたな。じゃあ親父の代わりに貴様を殺して恨みを晴らさせ。恨みってなんなん、なんかしたん。お父パパ、盗賊の配下全て出現。おお、なぜ父を恨む。そうやな、なあなんなんやろうな。じゃあ待って、ラファエルここ。おお、できる。さあ僕に、じゃあイグナーツここ俺。あ俺もおるやん目の前に。少しやったんだろ。じゃあこいつ倒せばいいか。拠点兵長なんかしてくれやせめてお前。OKX よっしゃー倒した。撃破して、もうなんなんやろな。確かになんかちょくちょく恨んでる節はあるけど、俺どうしよう、どこ行こう。うん、降りて、じゃあこっちやねやな。あーまあこの辺倒しといて、この辺倒しといて、ここ降りつつの、あーまたこれでも無駄やな。待って、うわいっぱいおるやん。いいね、いっぱいおるね。どうしようどうしよう。ちゃうわ、俺はこいつじゃなくて横のあれか、あいつ、あのうん、この隣の部屋のやつ行ったらええねんな。部屋というか、なんというか。あ、ちょっと待って、無駄打ちか。まあいいや、無双ゲージすぐ溜まるし消費しといて。いいよ、盗賊でも柔らかいな、意外にというか。あーちょっと待って、あージャストガードが全然できてきて。やったー。事情は気になるが、とにかく賊を退治し領主としての責務を果たさねば。うん、まあそれはええことやけどさ、敵結構多いね。でもあそこにもおんのか。まあ多分ボスも出てくるやろうし、ちょっと節約しつつというかでいいんやろうけど。おでも盗賊ゴリゴリ減るな。イグナーツなんかを回復した。ちょっと待って、あおるわ。あ何、お盗賊団、うお起動なんかした、めんどくせえ。大変です、早く手を打たないと。おう、砦を制圧し、オッケー。じゃあローレンツ暇せやし、ローレンツとお前ら、おおじゃあ俺一回行くか。ちょっと盗賊倒しから行こう。でもこうオッケー、盗賊倒して、俺がこっち行けばいいねんな。あのさ、ん、黙って戦った方がいいぞ。どうしたん。敵も必死に出るよ。おう、まあこれで一発でいけるやろ。よっしゃ終わった。49でかいね。さあ一息に落としてしまおうか。
どうしよう、これまあイグナッツで助けた方が早いか、俺が。どうや、手分けした方がいいんか、これどうなんやろ。オッケー、もうある程度したら、でももう俺あれ行っていいんかな、どうなんやろ。もうでもまあ言ったら瞬間移動したらすぐやから、ね、でも倒したな。よっしゃ倒した。さあ救砲台、救砲台でいねんな。正気は我らにある。うん、さあ第二でどうすればいい。あ、もうでもあれか、 YX でここ移動しようじゃ。転移、さあ転移して、これ便利やわ、俺しか使われへんのがあれやけど、主人公の特権ってやつな。うん、まあ、瞬間移動、ドラゴンボールでも瞬間移動悟空しか使われへんもんな。さあ流星、流星強いわ、流星ボーイ、引き返せないぜ流星ボーイ。どう、もうどう、ごめんなんか喋ってる途中に。あとこの盗賊倒せば終わりか。どうしよう、なんか結構互角な感じすんねんけど。さあじゃあ覚醒してもろて、これなんか意味あんのかね、これあんまり俺意味見出せてないねんな。 X、 まあこれで終わったんかな。何度も潰されてたまるかってんだよ。なんなんやろその何度も潰されてって。さあ盗賊団の頭目、はい、盗賊団撃破せよ。じゃあラストここやな。はい、おお。さあイグナーツも行ってんな。待って俺、父がお前たちを裏切ったと。そういうこと。そうだ、俺らを利用するだけ利用して口封じに消そうとしやがったんだろうが。あ、そうなの、そのちょっとシーン、あれちょっと待って、何それ、おお、何それ、めんどくせえなお前。サムネ決定やわ、でもサムネ確定やわそれ。でどいつ、こいつか、ちょっと待って、じゃあイグナッツ、おう、さあじゃあイグナッツと行こう、勝負を決めましょう。うん、何それ虹色、おお、なんかカラフル、お前なんかそれ使ってんなさっきから。で俺か、終了、終わり、終わりやな、やったー、勝ったぜ。もったくさ、なんなんやろこいつ。でもいや、話を聞かせてほしい、うん、うやむやのまま終わらせたくはない。そうね、なんなん、やりましたね、僕たちの勝利です。空気読めよお前。帰ったらローレンツ君のおごりで肉祭りだな。いや話聞きたいな、とりあえず先に戻っていてくれ、僕は捕らえた族に話がある。うん、俺も炭酸水開けちゃうわ。さあステージクリア、やったね。あれ A か、ちょっと15秒遅かったってことこれ。あー、なるほどね、まあしまったな、悔しいね普通に。まだまだこの程度じゃ満足できないな。うん、向上心が素晴らしい子って。まあまあでもとりあえずだいぶつかめてきたと思います。あ、ボルトラロー覚えたやん。キラーナックル、おう、 C か、まあこれはラファエルでええかもな。さあ7000円、まあでもあんまり、そっか、あの上げ S、 S、 まあ、S は取った方がいいか。まあまた動画界でやります、それは。おお、ローレンツ君、遅かったな。賊の大将にやられちまったかと思ったぞ。やとしたらもっとよ、焦れ。あの者に詳しい話を聞いていたのだ。君たちにも伝えておかねばなるまい。彼らがエルヴィン様を恨んでいた事情ですか。うん、確かに気になるよな。彼らは噂通り元傭兵団だった。父の代に当家に雇われていたそうだ。なるほどね。当初は村落の族退治や領教の警備などごく普通の仕事を請け負っていたらしい。だがある日、父の使いというものから
妙な指示を受けたんだそうだ。妙な指示。妙な指示。リーガン領に向かう商人を脅かして引き返させろ。絶対でもそれちゃうやろ。確かに。そういうパターンか。そんなの傭兵がやる仕事じゃないだろう。なあ、彼らも丸腰の商人を相手に剣を振り上げるわけにもいかず、考えた末に野生の魔物を追い立てて商人を襲わせることにしたんだそうだ。感心する、憤慨する。なんてことを考えるんだ。下手したら人が死ぬぞ。感心する場合どうやったよ。ああそうだな。続きを聞いてくれ。ある日いつものように商人の一団が来るのを確認した彼らは魔物に襲わせた。普通の商人ならば逃げて助かるはずだった。しかし一人が剣を抜き魔物と戦い始めた。それが当時のリーガン公ゴドフロア殿だ。じゃあラファエルのお父さんお母さんだが、ゴドフロア殿は奮戦むなしく命を落とし、彼を守ろうとした商人たちも犠牲になった。それがラファエル君のご両親。そういうことか。じゃあ全グロスタール博の陰謀のせいで当時のリーガン公やラファエルの両親は。そうなる。ラファエル君。いやでも父の使いっていうところが。父に代わり謝罪させてくれ。この通りだ。それ謝ってるあれな。おいおい、やめてくれよ。ローレンツ君は何も悪くねえだろ。ラファエル。本当は僕の両親がゴドフロアさんに付き添うことになってたんです。あ、そうなん。なのに都合が合わなくてラファエル君のご両親を推薦してしまった。おいおい、もうイグナーツまでやめろって。親のことで子供が気使うもんじゃねえぞ。ラファエルええつやな。なあローレンツ、それって本当にお前の父さんの指示だったのか。確かに僕もそこは疑問でした。エルヴィン様は貴族の誇りを大事になさってますから。あ、ローレンツそこに似てんな。商人に似たというかリスペクトするというか。とても、うん、俗の話から推察するにどうやら家人が勝手にやったことのようだ。なるほど。しかし父が気づいた時にはその家人は姿を消し、真意はわからないまま。闇にうごめくものちゃん。残った悪事を働いた傭兵団を父は罰さざるを得なかったというわけだ。なるほど。それは傭兵団にしてみりゃ雇い主に裏切られたと思っても仕方ないな。何この救われへん、誰も救われへん事件。おめえの父ちゃんも知らなかったんだとすりゃなおさらローレンツ君は関係ねえだろ。ラファエル。いや、領内の不始末は領主たる父の責任であり、その後は継いだ僕が追うべき問題だ。遺族である君や君の家族には相応の保証もさせてほしい。でなければラファエル、ローレンツ、そんなもんいらねえって。家族ならおでがラファエル。おでにとっちゃ親のことはもう事故ってことで。ラファエル。今さらごちゃごちゃ言われちまったらどう片付け直せばいいのかわからねえぞ。ラファちゃん。しかしだな。しかしもかかしもねえぞ。かかしはおかしいやろ。この話はもう終わりだ。シャリンガン使うんか。けど続討伐の礼はしてもらうからな。いい肉をおごってくれんだろ。いい肉楽しみだな。考えただけでよだれが出てきたぞ。俺は涙が出るぞラファエル。お前このままでは僕の気が済まない。一体どうしたらいいのだ。どうもしなくていい。ラファエルの言葉に従え。軽口を叩く。ラファエルの言葉。上等の肉さえ用意してやればそれでいいんじゃないか。うん、他にできることなんて何もないだろうな、イグナーツ。正論でぶっ殺すねお前は。はい。うん、イグナーツもちょっとでも罪悪感な。ならば誰も見たことのないような特上で極上の肉を仕入れてみせよう。もう高い肉脂っこいからな。名門グロスタール家の誇りにかけてな。はあ。
ちょっと笑えてない感あるな。ああ、ローレンツはそれでいい。うん、そうですね。まあまあまあね。まあじゃあ次回はこれ行こうか。うん。テイとアンバル。はい。てなわけで、はい、ありがとうございました。で、じゃあ次マリアンヌ。はい。マリアンヌか。よう、マリアンヌ。今日の訓練頑張ってたな。会話なるんかな。あの、やっぱそういうパターン。食堂に行くんだが、お前もどうだ。朝からぶっ続けはさすがに腹が減るだろう。どうしたん。ああ、悪いな。お前、飯は一人が好きなんだったか。じゃあ気にしないでくれ。俺は誰か他のやつと。気使える男。いえ、あの、ご迷惑でなければご一緒させてください。ちょっと可愛く見えるな、クソ。可愛いねんけどな、なんやろな、この負けヒロイン感ずっと言ってるけど。いいのか。なら行こう。主人公に選ばれないタイプのヒロイン。今日の飯は何だったか。おう、行くんや。食った食った。ようやく生き返った心地だ。そうですね。ごちそうさまでした。ところでマリアンヌ、なんで俺に付き合ってくれたんだ。てか食事通会はせんかってんの。え、いつも一人で静かに食べてるだろう。誰かと食べるのが嫌いなのかと。そういうのは気づくタイプやねんな、お前。一人の方が落ち着くというのは確かにそうかもしれません。うん、わかるよ。あまり人と関わってこなかったのでどう接していいのか分からなくて。まあ関わりすぎてめんどくさくなるパターンもあるけどな。だとしたらなおさら俺と一緒に飯を食う気になった理由が謎だが。それはどうしたん。あなたは不思議な力を持っていますよね。その姿が変わるような。うん、ああ、その力に興味が。興味というか、あの、そういう力を持ってしまったこと嫌ではありませんか。ああ、でもなんか興味あるのかな。気にしない、気にしてない。別に気にしてなさそうやもん。気にしてないな。この力に助けられてもいるし。うん、ただ他人に素性を怪しまれても仕方ないとは思ってるさ。結構受け入れてんねんな。なのにあなたはいつも明るくてこの軍の皆さんからも慕われています。どうしてなんだろうって。まあそれは傭兵としてのあれじゃん、経験じゃん。るといいがな。それが飯に付き合った理由か。コミュ力大事みたいなこと言ってたしな。知りたいと思ったんです。どうすればあなたみたいになれるのか。俺みたいにって。マリアンヌは別に得体の知れない力は持ってないだろう。まあ、魔法も十分そうやけどな、俺からしたら。そうなんですが。もっとみんなと仲良くしたいってだけなら別に難しく考えることはないさ。お前のことを嫌ってるやつなんて今のこの軍にだっていないだろうしな。まあそらそうやな。そうでしょうか。私なんていつも皆さんのお役に立てなくて。ネガティブ。十分役に立ってるって。だから無理して何かする必要はないと思うぞ。はい、ありがとうございます。響いてなさそう。はい、じゃあこれであとはリシティアちゃんだけやな。うん、まあ最後リシティアちゃんか。この子もようわからねえな。でも何か調べ物でもしてるんですか。過去の戦いの記録を眺めてた。自分も同じ戦場で戦うかもしれないだろう。まあ根は真面目やねんなこいつ。根はっていうか普通に真面目か。傭兵出身の人ってもっと行き当たりばったりな戦い方だと。あ、ごめんなさい、少し失礼な言い方をしてしまいました。普通に殺し合って普通に会話してんのがでもあれなんやろな。その通りだぞ。普通なんやろな。傭兵の頃はもっと適当だったんだ。今も大して変わりないが、担う責任が大きくなった分多少はさ。まあな、自分一人の失敗であちこちに迷惑がかかっちまうと思う。超真面目。
意外に真面目なんですね。エーデルガルトの信任が厚いのも納得です。うん、信任が厚い、そうか。これエーデルガルトのって言ってる子ってことはどこのあれに属すかによって変わんのか。私はそう聞いていたので、若いのになかなかやるなと思っています。若いのにって、そいつはどうも。そういう理してはもうまだ子供なのに優秀でいつも感心してるぞ。子供扱いしないでくださいって言いそう。は？誰が子供ですって。あ、地雷踏んだ。ん？いや、リシティアが。私を子供扱いするのはやめてもらえます。やっぱそこが地雷やってえ、あ、間違えた。そういうつもりじゃ。子供なのにって言ったじゃないですか。言いましたよね。まあがっつり言ったな。子供扱いされることは多々ありますが、こうもはっきりと子供認定されるなんて。まあもう認定やったな。私は誰よりも努力を積み重ねて、誰よりもこの軍に貢献しているつもりです。プンス化してんの可愛いな。なのに年齢だけを見て子供扱いされるのは心外なんですが。まあまあまあな。でもあれよ、子供に戻りたいって思った瞬間大人よ。誰かが言ってたけど。すまん、そんなに子供扱いされるのが嫌いだとは知らなくて。な、好きとか嫌いとかそういう問題じゃありません。まああれやな、厳密に言うと子供に戻りたいっつってお前まだ子供やろって言われんくなったら大人やな。同じ戦場で戦う同士として対等に接するべきだと言っているんです。うん、食い下がる。それでも年の差はあるし、つい出るのは仕方ないんじゃ。そうやつ。仕方ないって何ですか。年齢差があれば相手を下に見てもいいと言うんですか。まあ確かにそれは下には見てないよ。でもリシティアだって俺のこと若いのになかなかやるって言ったよな。お、カウンターパンチ。若いのにってのは人の年を見て評価してることになるんじゃないのか。お、若いのにと子供のくせには全然違います。ちゃんとした口喧嘩してる。兄弟喧嘩。子供のくせにとは言ってないぞ。くせにとは言ってないな。言ったも同然です。ああ、もうあんたなんて褒めなきゃよかった。もっと褒めて。そうやってしつこく噛みつくのは大人のすることじゃないだろう。めっちゃ正論でパンチするなお前。噛みついてませんし、普通に話しているだけですが何か。ちゃんと子供っぽいのがいいのね。笑ってる。もう、あ、じゃあこれでまあまあいい時間なんで、結構でもね、おのおのあって面白いな、やっぱり、うん、深くて。はい、じゃあまた次回やろうと思います。はい、なんか二人喋ってるな。ちょっといいかしら。喋ってこういう雰囲気をね、戦いが終わって落ち着いてるっていうか、悲しい別れもあったし、いろいろと辛い思いもしたけど、まあイングリッドちゃん、イングリッドちゃんのこういう回を見たかったぜ。無事に戻れることを喜びましょう。うん、はい、じゃあ次回です。ありがとうございました。柏店でした。ご視聴ありがとうございました。 YouTube のチャンネル登録の方よろしくお願いします。ニコニコ動画のアカウントのフォローもよろしくお願いします。また次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。